はい、どうも、こんにちは。今回でまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ相変わらず、ジェームズとアーサーの、なんていうの、探偵事業。探偵としての仕事の、なんていうの、風景を描いてただけだったわ。特に何もなかったわ。シャーロットさん、こんにちは。めっちゃ疲れてんじゃん、お前。ジェームズが死にそうなんですが、今度は何があったんですか？本当だよな。何でもない。前の依頼が過酷な肉体労働だったからね。かわいそ疲れてるだけだよ。う。疲れてるだけってお前。リポビタン D ぐらい開けてやれよ。結局ジェームズはローリーの宣言通り、回された力仕事の全てに従事することになった。ああ、そっか、そういうことか。連日肉体を限界まで酷使していたジェームズは疲れ果ててソファーで横になっているところだった。相手は依頼人ではなく、警ら人様子を見に来たシャーロットだ。ぎこちなく身を起こしてお茶を出そうとするジェームズを、アースは身振りで寝ていてよいと伝えた。ところで、捜査の方はどんな感じだい？あ、そっか、お前も仕事してんのか。こちらは、正直に申し上げるなら、はい。大きな進展はありません。本当ですか？関連施設を捜査しては空振りという状況です。ちょっと無能かよ。そうか。さすがにそう簡単に尻尾を出すわけがないか。まあでもそう言われると確かに。 そう言われると確かに。今のところジェームズは連中に対するたった一つの手がかりになっています。それだけに危険もあります。確かに、そろそろ探偵事務所が割れてね、狙われるかもしんないからね。分かってる。だけど今まで怪しい人物が彼に接触したことはないな。いや、マスターがもしかしたらあるよ。わかりまし た。あるぞ。もし何か不審な点があれば、すぐ死刑に連絡してください。でも、グリーンメイスンだとしたらやっぱグリーンが入ってるからね。また汎用だ。汎用 BGM 来たな。すまねえ、アーサーさんはいるかい？ニックちゃんじゃん。ニックちゃんどうした？ジェームズの存在にもアーサーが慣れてきたある日、思わぬ人物が探偵事務所を訪ねてきた。あれ、あの人は確か。あれでしょ？とにかく楽しもうぜでしょ。ニックさん？どうしたんですか？ジェームズ！最近見ねえと思ったが、ここで何やってんだ？なんか、あれなんだね、ちゃんとした仕事についてるっていうのも、なんか日雇いみたいなとこで、ニックと会ってたのかな？そうか。ジェームズとスカベンジャーをやってた男、ニック・アンダーソンだ。これ鼻の傷がまたあれなんだよ。少年漫画なんだよ。僕はいろいろあって探偵の助手をしてるんです。はい。そういうニックさんこそどうしてここに？ジェームズに気づいてなかったってことは、シンプルになんかあれなのかな、探偵にお願いしに来たのかな。ああ、そうだ。探偵さんよ、はい。仲間を探してほしいんだ。またこういうキャラ出るかな。仲間？どういうことでしょうか？お。仲間の一人が仕事で出てったっきり戻らなくてな。川底に沈んじまったのかと思ってさらってみたが、どこにもいやしね。猫と一緒じゃん、状況が。詳しく話を聞かせてもらってもいいでしょうか？ジェームズ、お茶の用意を。あ、もうお茶出せるんだ。ニックの語り口は軽いが、内容は深刻だった。何かただならぬことが起きたと察したアーサーは、すぐさま彼の話を聞くことに決めた。アーサーはスカベンジャーのニックから依頼内容について詳細を聞き出した。彼の話によると、人探しの対象はテッド。ジェームズと同じく貧困層の出身で、彼らと同様ドブさらいを生業としているものだ。テッドは3日前仕事に行くと言ったきり戻ってこなくなったのだという。ニックは仲間、家族同然に思っているテッドが行方不明になったことに心を痛めているようだった。 めっちゃ読むな。ニックからの依頼を快諾し、アーサーたちは今後の調査方針について決めようとしていた。仕事中に姿を消したか。怖いね。仕事の内容も考えれば、何らかの事故にあった可能性が考えられるが。あるある。待ってください。そうとは限りませんあ、よ。マスカ、お前、あれか、悪い奴らと関わってきた勘が働くのか。なぜだ。テムズ川の中は慣れてないと危険地帯だろう。川じゃないと思うよ。そのテッドさんは身入りがいい時はこっそり抜け出して街に出かけてました。お。もちろん
身なりをしっかり整えて。いいこと言うねお前。なるほど、元同僚としての意見か。おう、なら町のどこへ出かけたかわかるか。バーじゃないの。確か川沿いにあるパブによく行ってました。まあまあそうだよな。テッドさんはあそこで女の人に声をかけるのが好きだったと思います。ザ男だな。お、男の中の男だな。ニックがテッドを見つけることができないのはそもそも捜索場所を間違えているから、その可能性は高そうであった。確かに。なら女遊びにかまけてる可能性もあるのか。そっちから当たってみるか。なんかそこであっけなく見つかったら面白い。あれだな。あ、当たったの。ジェームズの予想は的中していた。テッドの行きつけだというパブに話を聞きに行くと多くの目撃情報が集まった。どうやらテッドはパブで働く一人の女性と意気投合し、そのまま同居するようになっていたようだ。パブの水客から聞き出した安アパートへニックと共に出向くと、そこにはのんきに女と同棲しているテッドの姿があった。なんかあっさり終わんな。あっさり終わるな。テッド、連絡くらいしろよ。急にいなくなったら心配するだろうが。ニックいい人じゃん。ああ悪い、そういや仕事って言ったまま戻ってなかったな。おいテッド、お前謝れよまずは。すいません心配かけさせてしまって。って謝れよお前。悪びれもせず気だるそうに言ってのけるテッド。心配して損したと笑うニック。笑うニック。こんなやつ目の前にして笑うの。すごいな。やっぱ主人公だわ。親しげに話す彼らをジェームズが思い詰めたような視線で見つめていた。何嫉妬してんの。ん？どうした？浮かない顔をして。依頼を解決して嬉しくなさそうな顔をするとは珍しい。アーサーはそんな風に考えていた。ああこの女、こいつが最近見惚れてた相手なんすよ。あそうなの。取られちまったからむくれてんだよなあ。おいおい、そんな違います、僕はそんなこと。やっぱニックさんに惚れてんだよ多分。そうなのか。うん、いえ、はい、そうです。ははニックに惚れてんじゃなかったわ。普通に女に惚れてるわ。ジェームズはうつむきながらそう答えた。ニックとテッドはそんな彼をからかい、次回の酒盛りに誘うのだった。陽キャだな、やっぱ。明るいね。まあでもそういう人欲しいよね、でも結局、集団には。それにしても、ムードメーカー。ジェームズの保護の件以来、うん、グリーンメイソンらしき関係者が接触してくることはなかったな。確かに。ああ、確かに面白くねえな。本格的に暴れられるかと思ったのによ。すごい平和に探偵のしてのさ、仕事をこなすのを見せられてるからね、俺も。ここパート3つぐらいはずっと見せられてるから。別に僕は暴れたいとは思ってない。うん。だけど、不思議で不気味だ。あ、読めるんじゃん。単に警察にかくまわれてると思ってるのか。かくまわれてるか。かくまうか、かくまうってそう書くんだ。だといいが。はい。虎視眈々と狙われてる可能性を考えておいた方がいいだろう。ただあれだろうな、次回やるときには忘れるんだろうな。それでどうだい、はい、探偵アーサーよ。なんすか。何がだ、グリーンメイソンのことなら。何、助手的な、助手としての存在。そっちじゃねえよ。はいはい。ジェームズだよ。お前さんから見てあいつは悪なのか。まあそうだな、一応母親を殺した犯人という肩書きだもんな。もう刑期を終えている以上法的には。まあそういうことじゃないよアーサー。だからお前はどう思ってるんだって聞いてんだろうが。最初憤ってたじゃんお前も。答えねえのか答えられねえのか知らねえが、悪だと断じることはできなくなってるんだな。まあでもちらほらね、本質的にいいやつだってのは垣間見てるからね。そもそもどうしてお前がそんなことを聞くんだ、殺人鬼。なーに、お前があのじいさんから俺のことをもっと知るようにと言われてただろう。うん。俺もやってみたくなっただけだ。あ、お前のことを知りたいと。お前が僕のことを知ってどうするって言うんだ。うん。逆にお前が僕のことを追い出してこの体を乗っ取ろうとでも言うのか。あ、ありえるんじゃないんだよ。そりゃいいな、うん、完全にお前の体を支配してジャック・ザ・リッパーが復活を果たすのも面白いかもしれねえな。笑えない冗談はやめろ。うん。
しかし犯罪者の構成か。そういうお前はどうなんだ。お前から見てジェームズは悪じゃないのか。まあ絶対多分ね、ネタバレじゃないけど多分あれだよね、なんかジェームズやりたくてやったわけじゃないよ多分。ああ俺が、うん、なこと聞かれても俺は奴との因縁はかけらもねえしな。確かに。それに円満に出所してから真っ当に生きて更生しようとしてんだろ、うん、だったら別にいいんじゃねえのか。確かに。出所したってことはもう罪を償ったってことだ。はい。捕まってなくてもっと悪質な奴がいるならそいつらの方がより悪党だってことだろ。確かに。そういうことか。まあでもジャックに聞いてもしゃあないよね。確かに俺に聞くのと一緒だもんね。ジェームズどうですかって俺が聞かれるのと一緒だから。殺人鬼という印象からかけ離れた物分かりのいい意見にアーサーは思わず眉を潜めたが、単にターゲットが異なるというだけだったようだ。やはりただの無差別殺人鬼にしては、うん、考えが理性的すぎる。それはあるね。前に言っていた通りこいつの殺人には別の理由があるということか。まあ、殺人鬼って言われるやつにしては本当真っ当だよ。それに、うん、ジェームズは悪かどうか最初は復讐について考えたけど今は。お、選択か。あ、違う。ジェームズを悪だと感じているのかどうか。その日結局アーサーはジャックからの問いかけに答えることはできなかった。まあ難しいよね。まあジェームズのちゃんと真実を聞くことが大事だと思うけどね、アーサーは。今日の報告は以上だ。よろしく伝えておいてくれ。うん。あのアーサー、たまには直接警部とお話ししてはいかがでしょうか。あ、ずっと伝言してもらってたんだ。シャーロットへの定期報告を終えたアーサーは彼女から思いがけない提案をされた。エドガー警部と僕が。まあ親子としてね。ええ、せっかく直接話ができる機会なのです。もう少し近づいてみてもいいのではないでしょうか。まあ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 。シャーロットが自らを心配してくれていることはアーサーにも理解できていた。彼女が純粋な好意からこの提案をしていることも。だがアーサーはエドガーとの確執から素直に承諾することはできなかった。返答ができず表情が曇っていく。それを見ていたシャーロットの表情もだんだんと自信なさげなものに変わっていった。ごめんなさい、余計なお世話でしたね。はい、忘れてください。本当だよな、やめてくれよ。ちょっともうすごい気分悪くなった今。謝れよ。おい。いやそんなことはないよ。はい。ただ出向くとしたらジェームズを放置することになるからね。あれじゃない、出向くって言って出向く際は私がこの家にいますよってシャーロットが言うけど、シャーロットとジェームズが探偵事務所にいる間にグリーンメイスが来るんじゃないの。そこは私を頼ってください。お、当たるか。彼とは見知った仲ですし、留守の番くらいはできます。任せてください。当たりそうな匂いプンプンするね。そうか、分かった。プンプンするね。少しだけ話してみるよ。ありがとうシャーロット。いや、この間にシャーロットとジェームズが狙われるんじゃないの、メイスンに。これプンプンするよね。プンプンするわこれ。シャーロットがなんかねえ、トラブルメーカーだもんね。報告は以上です。そうか、わざわざ出向いてもらってすまないな。うん、捜査への協力感謝する。いやいや、こちらこそ聞いていただいてありがとうございます。アーサーが直接警察署を訪れ、ジェームズの近況をエドガーに報告する。今アーサーとエドガーは1対1。普段は部下の手前隠している心情でも気兼ねなく話すことのできる状況であった。それでもエドガーは固い態度を崩そうとはしなかった。あくまでも警察官として振る舞い、アーサーの父親や家族としての顔は一切見せない。そのことがもともと逆立っていたアーサーの神経をさらに刺激することになっていった。エドガー警部。はい。警部は彼のことをどう考えているのですか。うん。質問が抽象的すぎやしないか。うん。もう少し具体的に質問してほしい。確かに抽象的だな。あなたの妻メアリー・ヒューイットを殺害した犯人であるジェームズのことをどう思っているのかと聞いているんです、警部。警部、彼が犯罪組織から足を洗い縁を切って真人間になるというのであればそれでもいいと思っている。パパもなんかあったんだな、多分これ母ちゃんと。つまり許すということですか。犯罪者が減り
世の中のために貢献してくれるというのなら俺は歓迎する。許す許さないっていうかさ、もう難しいからさ、罪を償うじゃないけどさ、ねえ、まあ俺が失ったわけじゃないからあんまり真摯に考えられないけど、どうしようもない感あるよね、考えても。あ、アーサーは知らず知らずのうちに拳を固く握り締めていた。もはや母メアリーのことなどどうでもいいのか。お前は捜査をする機会が何かなのか。アーサーは今すぐにでもエドガーを糾弾したい衝動に駆られていた。お前よりも自分の方がメアリーを愛している。ジェームズに対する憎しみは自分の方が強いのだと。しかし今のアーサーはエドガーから依頼を受けた探偵である。気に入らない相手に優位性を誇示するような無様な真似は許されなかった。貴重なご意見ありがとうございます。ああ、これは仕事だ。探偵として仕事をするだけだ。なんとか自分にそう言い聞かせ、アーサーは己の牙を剥かずに済ませることができた。めっちゃ喋るなこんな喋るゲームだったっけ。俺めっちゃ喋るんだけど。おかえりなさい、アーサー。くそー、どうしたんですか。俺の予想外れたわ。なんでもない、大丈夫だ。問題ない、アーサー。私はケイラに戻ります。また何かあったら呼んでください。警察署からここに来る、帰ってくるまでずっとこわばった顔してたのかよちょっと表情直して入れよ、事務所に。ああ、ガキだなお前やっぱ。ジェームズ、奥で荷物整理をしてくれ、ちょうど依頼の資料が溜まってきていて困っていたところだ。アーサーさん、顔色が。そんなに引きずりすぎでしょ。いいから今顔見せないでくれ、頼む。まあまあまあ、また犯人としてね犯人としての絵が浮かんできたんだな。わかりました。子供だなお前、本当に。何へこんでんだよ、ゆっくり家族団らんができると思ってたわけじゃねえんだろ。確かに。そんなことは分かってる。いや、分かってるつもりだった。あの人が母さんのことで感傷的な言葉を漏らしたりするわけがない。分かっていたのに、どこかで期待していたんだ。警察官ではなく父親としてのあの人を。ちょっと、情けねえな。本当だよな。そんなガキみてえなことしか言えねえなら、本当だよ、さっさとあの軟弱野郎に正義の鉄槌を食らわせてやれよ。そうだよな、そんなに考えてんだったら潰せばいいじゃんね、ジェームズなんかなんだと、うん、そんなことできるわけ。あ、まさか選択か。許せねえんだろ。あ、ジェームズがお前の母親を殺しておいてのうのうと暮らしてる方が許してもお前は許さねえ。まあまあそうだよ普通。だったらお前が裁いてやれよ。その手で奴を地獄に送ってやれ。そうすりゃ少しは気も晴れるだろうよ。ただね、今回はさ、警察から依頼されててさ、シャーロットもエドガーもさ、バックにいるわけじゃん。ここでね、殺しちゃうとね、ややこしいことになっちゃうんだよ。自分だけの問題じゃないんだよね、今回ばっかしは。そうなんだよ、ジェームズ、アーサーとジェームズだけの問題ならいいんだけど、今回警察も関わっちゃってるから。いや、それはできない、うん、ジェームズはそこまでする必要はない。ほうほう、つまりお前はあいつを裁く必要性を感じてねえってことだな。どうしようか、どこら辺で終わろうかな。もうここ終わる、ここの会話終わるかな、もうちょっとで。違う、僕は認めている。何？僕があいつを。お前不安定すぎるだろ、お前感情が。もしジェームズが母さんの敵じゃないなら、うん、僕と関係のない事件の加害者だったとしたら、すで、うん、にあいつが更生したとみなしていた。まあそうでしょ普通。まあ奴の更生の可能性については俺は興味ねえが、そっちにかまけて大事なことを忘れてねえよな。グリーンメイスのことか、忘れてなんかいない。だが今のところは進展はないぞ。そうだな、だが機会を待ってるぞ。お前や警察のジェームズへの監視が少しでも緩むタイミングを
な。まあそれはそうだよな。ってかどうしよう、ごめん、ここら辺で一旦終わろうかな。このままジャックとなんか話す可能性もちょっと見えてきたから、まあもうちょっと終わりそうな感じもあるけどね。とりあえずじゃあ今回はこれぐらいで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。